今新しい学校だったり新しい会社仕事先とかでこれから春から頑張るっていう人がたくさんいると思うので、僕たち3人からエールを送りたいという回なんだよね。はい、こんばんは、石田裕です。こんばんは、竹井博奈です。こんばんは、早川洋平です。さあ始まりましたね。でもなんか急に暖かくなったね。春ですよ、ね、暑かった。昨日なんか多少も暑いけど半袖でもいいぐらい、あ、じゃあ肩出してるじゃん。あ、そうなんですよ。もうちょっと春だからと思って、うん、全然気づかなかったわまあでもそうなってくるとちょっとね、外出たくなってきますね、さすがにね。なりますね。それにだんだんとね、コロナも収まってきたんで、はい、早くなんかリアル収録やりたいね。本当ですよね。本当毎年こんなこと言ってますね。もうそろそろ終わりにしたいですよね、さすがにね。いや、本当、うん、はい。ということで、今日はですが、はい、まあ春を迎える、これフレッシュマンってひょっとしたらもう死後かもしれませんけど、うん、フレッシュマン。そうだね、今フレッシュパーソンになるのかな。うん、フレッシュパーソンかな。うん、でも、はい、今新しい学校だったり、新しい会社、はい、仕事先とかでこれから春から頑張るって人がたくさんいると思うので、うんうんうん、まあ言ってみればその人たちに、僕たち3人からエールを送りたいという回なんだよね。なるほど。なんかすごい不安だったもんな。何でもそうですけど、始める時ってこうやっぱり怖いですよね。何が起こるかもわからないし、うん、どんな環境かもわからないから、やっぱ不安の方が大きくなっちゃいますね。それですぐにさ、その会社とか、まあ学校でもそうだけど、入ると自分を査定されるような感じがするじゃない。うん。品定めされてる感じがしますよね。評価の目がいつもつきまとうように感じてしまうので。うん、でも実は、それほど評価とかみんなしてないんだよね。ああ、でもいつも人生相談でもね、そういうふうにイラさんおっしゃいますよね。うん、それに例えば今まで学校とかにいた人は、うん、会社ってものすごく長いじゃない。2年か3年で終わらないから。うん。永遠に。だから、そう、今、これからフレッシュマン、フレッシュパーソンになって頑張って稼ぐっていう人も、スタートダッシュあんまり考えなくていいよね。ああ。本当は本当そう。まあ考えますけどね、一番考えちゃう。頑張ろうと思うけど、うん、そのテンションだと続かないし、うん、正直先に20年とか30年あるわけだから。いや、私それでめっちゃ失敗しました。僕も失敗しました。ね、いっぱい話すことある。気合入りすぎて。そうなの？どうしたの？うん。あ、いや、だからもう、頑張んなきゃって思って頑張りすぎて途中で燃え尽きるみたいな。うんうん、それ何ヶ月ぐらい持った？あ、でも、うん、あ、3ヶ月ぐらい。あ、頑張ったね。最初ですよね。最初、一番最初は3ヶ月ぐらいでした。うんうん、ヨヘクはどうだったの？僕は1ヶ月で燃え尽きましたね。だけどさ、そこで燃え尽きた後どうすんの？はい、いや、燃え尽きた後だから、その後そう、うん、前話した話ですけど、1年で、うん、まあ、その新聞社にお世話になったり、新聞社が悪いわけじゃないんですけど、やっぱ学生時代と全然違うじゃないですか。はいはい、なんで僕はそれこそなんか最初ドキドキなくて意気揚々だったんですよね、うん、なんか自分みたいな、楽しみでね、そう、本当マスコミって入るの難しいじゃないですか、うん、先輩とかだから、うん、だから僕みたいなバカがまぐれで本当に入れて、で意気揚々とだったんですけど、いきなり札回りとかでも頭がおかしくなって、うん、なんで札回り、まず警察を回るね、そう、新人の記者っていうのは必ず、まあ、地方紙でも全国紙でもそうだけど、そうなの、うん、事件取材から入るの。そうで、記者クラブって聞いたことあるでしょ、ありますね、名前。いわゆる記者クラブで、警察の中にも記者クラブがあって、で、いわゆる、地方でも地方の〇〇、警察みたいなところに行って、うん、そこに行って、いわゆる常に事件が起きたらね、報道素材って言って、うん、各記者クラブの記者のところにファックスみたいなのが流れてくるの。どこどこで何時何分で。で、現場取材行くんだけど、その、記者時代にはちょっとマニアックな話になっちゃいますけど、先輩にも言って、報道素材って言うんじゃねえって言われて、その素材をそのまま書くだけだったら記者じゃねえだろうって言われて、要はいかに他社、うん、他のね、うん、僕は某地方紙で来て、例えば某、まあ言ってもいいと思いますが、朝日新聞、某 NHK とかに抜かれないようにするか。その同じ事件でも、うん、その他社との差別化をして、特に読まれるように、特ダネを抜かれるっていうのが最悪にやばいことなの。特に地方紙だったら、僕は、某地方、丸々県の地方紙だったんで、その県のネタはさ、他の全国紙のエリートに抜かれたら、やっぱり恥じる。横取りされちゃいけないってことですか？横取りっていうか、そう、まあ。うん、要は横取りっていうよりは、うん、こっちが知らないのに、その人たちだけが持っているニュースっていうのが特ダネになるわけ。へぇー。でも、ようやくさ、その1ヶ月の間に、割と重要な殺人事件とか起きた。あ、全然、全然っていうか、もう僕はもう、そこに飲まれる前に、うん、
もう倒れた感じなんで、で倒れた後に要はなんかそれはまあ急性肝炎みたいな感じだったんですけど、やばい肝炎じゃなかったんですけど、それで倒れたんだけど、まあ数日入院するだけでも超焦るじゃないですか、みんな記者、同期もみんな、僕以外マジで全員エリートなんですよ、だからどんどん書いてて、で焦る上に復活したらなんか調子悪くてと思ったら今度うつみたいになっちゃって、ああ、そっか。それで結局、まあ、二人はね、知ってると思います、うん、それで結局、復帰とあれを繰り返したけど、ダメでみたいな。うん、だから。その一番の原因は何だったんですか、その心にこう、負担。いや、でも、もちろんね、自分が実際経験したか、自律神経失調症とか、まあ、軽度のうつとかってあるからね、うん、そういうので苦しんでる方は、あると思うんだけど、僕個人的には今、改めて自分は思うんですけど、やっぱり、まあ、単に、ゆるく過ごしてきてたから、学生時代甘いから、うん、なんかその反動で、やっぱり、新聞記者はね、1日24時間、ね、で、うん、絶対、原稿に穴開けちゃいけない。はいはい、うん、一日何回も締め切りあるしみたいな。基本的にネタが全部、まあネガティブじゃないですか。人がだから死んだとか自殺したとか、火事でどっか行けみたいな。うん、そう、だから、そう、いきなりなんかフレッシュマンにはちょっとしんどい話になりましたね、うん。でもさ、本当に頑張りすぎるのが一番危ないよね。本当そうですね。これはこれから4月からいろいろね、学校でも、会社も頑張る人には、頑張りすぎないぐらいの頑張りを進めたいね。これなんか、そう、まとめみたいな質問なんですけど、そういう意味で今井田さんおっしゃって、なんか、その時は全て終わったみたいに思ったんですけど、全然まあ終わりじゃないじゃないですか。長い。で、僕は性格がこんなんなんで、その、いい意味でですけど、マラソンだみたいに思うんですけど、ほら、マラソンだって言うとちょっと、また重いじゃないですか。これ石平風に言うと、マラソンじゃなくて何て言うんですかね、つまりこの、長い道。最初の、2年から3年は、味見の期間だと思う。なるほど。要するに、デパート歩いててさ、はいはい、ね、食べる見本とかあるじゃない。ソーセージとか切って、自覚して売ってるじゃん、スーパーとかでも、はいはいはい。お試しの期間、ちょっと食べてみるぐらいのつもりで大丈夫。それは自分がお試しじゃなくて、自分がお試ししてるぐらいで。自分もそうだし、社会もお試し。この会社かじってみるっていう時間。あるいは自分もちょっとかじられてるっていう。うん、で、ダメだったら、ね、井上久美弘さんも転職してるし、まあ僕もそうだし、ね、うんうん、なので、今みたいな話は多分、これから働こうって人にはすごい刺さってると思うんだよね。だって大変だもん。確かに。その、フレッシュマンとして、一番その、なんでしょう。自分自身をケアする意味でも、その長く続けていく意味でも、やった方がいいことって何かあります？僕ね、やった方がいいことはね、自己評価をしないことだと思う。へえ、自己評価。要するに、仕事の出来がいいとか、出来が悪いとか、対人関係うまくできたとかできないみたいな自己評価をやめて、しばらくは、メンタルの安定を優先する。そうだな。それが多分これから働く新しい社会に出ていく人にとって一番大事なことになる気がするな。それ最初に、まあ、完璧は無理でもできたら全然違いますね。楽だよね。確かに。早川さんどうですか？なんかあります？そうね。いやでもなんかもういっぱいあるけど、なんだろうな。まあ、さっきの話に近いけど、やっぱりなんか、後から振り返ると、入り口って、つまり僕、その新聞社入れた時、まず入るのが大変だから、なんかせっかく入ったのにで、変なし、まあもちろんエリートでも何でもないですけど、でも周りからそういうふうに言われて、で、1ヶ月で終わっちゃった時に、なんかもう俺お先真っ暗だと思ったけど、全然そんなことなかったから、よくほら、言うじゃないですか、入り口は別に実はどこでもよくて、結局そこにまあ立ってたり、そのまま続けていれば、なんか出口ってある程度、そんなに自分が、望まないとこから意外と外れないのかな、みたいな思って。だからそんなにそう、ちょっと、伊賀さんほど分かりやすくないんですけど、なんつうか、そんなにだから心配いらないよって言いたいですよね。ほんとね、うん。ただまあ、不安はなかなかなくならないんだよ ね。ただ、最初の2、3年は、どうあったかは爪を隠すぐらいでもいいよね。出しすぎない。出しすぎない。確かに。出しすぎると、それ以上爪が出ないみたいな。でも、ひなさんもさ、最初に入ったのは、中国の会社だっけ？あ、そうですね、はい。ね、中国の会社でファッション系の仕事したんだもんね。そうですね。言葉もわからず。いや、それがすごいよな。すごい。本当にすごい。本当ですよね。しかもなんかよくわかんないおじさんと同棲して、同居して4人で住んでて。で、全員同じ会社なんでしょ？全員同じ会社でしたね、あ。要はさ、それマンションの部屋を丸々借りてやって、で、みんな各自バラバラで部屋を。そうです、そうです。はい。そうです、そうです。ご飯とかどうしてたの？
で私がその何が辛かったかって、やっぱり時間が不規則っていうのがすごく辛くて、朝8時に、出発、家出て、会社に行って、そっから夜中の3時とか4時まで社長に付き合ってご飯に行って、家に帰ってっていう生活を3ヶ月ずっとやってたんですよ。で私がさっきなんで何が大切かっていう話をしたかっていうと、私が一番言いたいのはみんなちゃんと寝てくれっていうことを言いたい。そうね、本当そう。本当に睡眠ができなくなると本当に精神的に病むから、私もやっぱりその3ヶ月そういう生活をして日本に、もう あんまり良くないですけど、泊まって帰ってきたわけですよ。言ってたね、逃亡したんですね。そうだね。亡命して、亡命して。いや、でもさ、そこの仕事だったら無理ないよね、逃げて。ちなみにさ、その社長もそんな寝てないわけ、だから社長はほら、社長だから何時に来ればいいじゃないですか。そう、昼とかね、夕方とかに来ればいいから、そうなんですよ。だから家も全部その会社で用意されてたものだから、送迎とかも全部その車とか用意してくれて、恵まれてんだか恵まれてんだないか分かんないですね。いやいや、もうさ逃げさせない。あ、そうか、逆に逃げないんだ。まあ、確かにそうですね。まあそれもあったし、でもちゃんとそのお給料は日本でのその、初任給よりちょっといいぐらいの金額をいただいてたので、多分待遇としてはいいんですけど、そうだね、向こうのその時の給料が多分ね、かなりいいね、倍ぐらい払ってる。いや本当にだいぶかなり良かったと思います、その当時にとしてみたら。だけどね、まあね、まあなかったんじゃない、そういう労働基準法みたいなのは。全然ないと思います、労働者の国のはずなのにね、世界主義って不思議だね。いい思い出です、本当に。なんか打ち合わせ中とかも本当食事中とかよく、コックリコックリ眠りしてました。そんな社会人でしたね、はい、最初、さあということで話はつきませんが、いくらでも話せそうですが、じゃあ今回また感想とお便り、一緒か、感想と質問していくかな。はい、お便りから、はい、いつも見やすく聞きやすい放送で初回から有料会員です、また生放送でも見てみたいです、そうですね、久しぶりにやりたいんで、ね、はい、お便りいただいております。、はい、そして次ですね、30代の女性からいただいています。質問は、32歳になるまで、年中大学生のような格好、夏は T シャツにジーンズ、冬はニットにジーンズといった服装で着てしまっていました。これまでの職場はカジュアルで OK だったので、こんな格好でも問題なかったのですが、転職により4月から大学内の研究センターの秘書的ポジションで働くことになり、これからの服装に困っています。手持ちのワードローブはジーンズ、白の T シャツ、黒のニットくらいしかありません。ですが、転職を機に少しはおしゃれな女性になりたいと思っています。新しい職場では年上の教授方の秘書として好感度のある品のある、格好でいたいと思っていますが、どのようなアイテムを買って着回せばいいでしょうか。ぜひ品のあるファッションが得意なイラさんにお聞きしたいです。いや、でもさ、難しくない？ね、ただずっとスーツでいるっていうのも大変だと思うんで、はい、でも黒のスーツはあるよね。黒のスーツで割とフォーマルな時で、あとグレーのスーツ、パンツスーツのスカートでもいいと思うんだけど、ね、そう、グレーのスーツ。で、インナーを取り替えながらで、硬い職場かもしんないけど、ジーンズに T シャツとかセーターで、上にジャケットをパッて羽織るぐらいで、それもありだよねぐらいにみんなに認めさせた方がいいと思う。逆にね。ずっと秘書できちっとした格好で疲れるから、だんだんと自分の色を出してったらどうかな。なので基本ね、黒とグレー、紺ぐらいのスーツがあればよくて、あとはそのジーンズ、割とカチッとした、あんまりダメージとか入ってない、ね、綺麗めのジーンズにジャケットでインナーみたいな感じの服で大丈夫にしていった方がいいんじゃない、逆に。疲れるよね、毎スーツは。確かに。あと、女性はあれですよね。ワンピース着ておけば、いや、そうなんだけど、うまく、そこの大学がどれぐらいかによるんだよね。ああ、大学で、なんかちょっと綺麗めなワンピースとかでもやっぱ難しいですかね。えらくうるさいところで、しかも教授がおじいさんばっかりだと、スカートにヒールは当たり前だろみたいなことになっちゃうんで、ストッキングも履けとかさ。ああ、そうなんですね。なので、もうちょっと自由なところだったらもう本当にジーンズで大丈夫だし、アメリカの大学なんかはもうみんな、
ね、どんな格好でも大丈夫だと思います。あ、じゃあ結構大学のその。によって違うんで、カラーあるよね。カラーありそうだね。ただ古臭いからな。でも今結構全然フリーになってるのかな。ね、それこそどうなんでしょうね。なるほど。確かに。今、あ、そうか、4月からだからまだ分かんないってことですもんね。そうそう、まあでもまあそこそこみんなちゃんとしてるからね。男性はジャケット&スラックスでネクタイとかさ、やっぱいい感じなんで。違うんですね、うん。ちょっと特殊な空間ではない。大学は硬いからね。なんか結構今ってユニ、私すごいユニクロでお気に入り の、うん、あのパンツがあって、うん、あの今安くなってるからそれすごいと思います。なんかカッチリそうしてて、うん、ちょっとくるぶしぐらいまでの、うん、あのパンツでフィット感もあって、うん、あ、パンツはユニクロいい、ね、履きやすいし、うん、そう、あの、まあ、伸び縮もするから。そう考えるとさ、とりあえず今もう面接用とかのスーツとかあるわけじゃん、うん、なので、それを着ながら大学のその、ジムの部署に入って周りの服を見た後で、あ、これぐらいだったらいけるかなと思ったら、ザラとユニクロをはしご。確かに。最初はそのね、ぐらいで、ちょっとずつね、始めてみると。確かリサーチ必要ですね、うん、これね。そうだね。で、あんまりめちゃおしゃれしなくてもいいと思う。さっき言ったじゃない。大人の女性として素敵な格好みたいなのは、プライベートの時に着るもんだから。うん。そうですね。うん。大学のはなんか人に合わせておけばいいんじゃないって感じかな。うん。なんか、すいません、なんか私、うん、あの、うん、ロケとかによく行くから、うんうん、黒 の、 あのパーカーに黒のズボンで、うん、あのスニーカーでキャップみたいな格好をいつもしてるんですね。あの韓流ドラマのみたいな、なんかそうで、だからこの間たまたまあの、うん、その別の現場で会った時に普通の、うん、の格好してたら、うん、え、誰か分かんなかったって言われて、やっぱり服装でそのぐらい変わるっていうのがあるから、うん、なんかちょっとおしゃれの楽しみとかを少しずつね、うん、なんか覚えていくとちょっと気が楽になっていくかもしれないですよ、うん、そうだね。でもまあちょっと最初は危険なのでよく周りを見た方がいいかな。うん、そうですね。おじさんたち頑固だし、ね、変なシール貼られるの嫌じゃない。確かに、あいつはなんかちょっと、うん、なんていうんでしょう、生意気だみたいなのが嫌だしね、不届き者だみたいな、ね、うんうん、確かにですね。そうしましょう、はい、じゃあ。じゃあまたぜひお便りをください。はい、はい、ありがとうございます、はい。さあ、そして、そうだ、お知らせですね。イラさん、もうちょうど発売する頃ですね、ですね、はい、イラさんの新刊。角川から新刊が出ました。ついに。これね、あの、はい、まあ、要は、コロナと動画配信なんだよね、きっかけは。アニメをたくさん見たんで、なんかアニメの話を書きたいなと思って。それで、アニメの、声優学校に通っている子たちが、ひょんなことから中国、上海で活躍するという不思議な話になりました。面白いと思います。軽く嫌な気分にならずに読める。最近ほら、本暗いじゃない、みんな。暗いですね。重いとか暗いとか、ね。そう、生活保護が大変とか、ね、うん、あの、いじめがあるとか。うつ、ん、で倒れているみたいな本が多いんで、なんかちょっと幸せな本がいいかなと思って、うん、こんな感じですね。いいですね。またその想定がね、今までの、まあやっぱり、イラさんとは。そうですね。これは、あの、あれです。ブルーピリオドを、はいはいはい、書いた。あ、そうなんだ。そう。あの人に表紙を書いてもらえたんです、ね。すごい。すごい。ちょっと興奮してしまった。え、そういうのって、あの、出版社さんから、そうですね、角川の方から連絡を取ってもらって。うん、あ、イラさんのこういう本があるんですけど、うん、あの、表紙書いてもらえませんかみたいな。そうだね、はい。すげえ。ということです。で、はい、一応、推薦文は、諏訪部さん。あ、諏訪部さん。にもらった。今度なんかラジオに遊びに行くことになったんだよ。もうそうなんですね。すね、うん、はい。ということで、角川のシンシンでした。まあ、はい、お時間のある人どうぞ。ぜひチェックしてみてください。はい、さあ、この後、フリートーク、この、春を迎えるフレッシュマンに送るフリートーク会、この後いよいよ本編ですが、続きは、4通りご視聴いただけます。はい、YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、Apple Podcast、そして audiobook.jp、いずれかお好みの方でご視聴いただけたらと思います。詳しくは、概要欄をご覧ください。はい、それでは後ほど。多分ね、今の若い大学生のこと気持ちは全く一緒だと思うけど、
会社に入ったら刑務所に入るのと一緒だと思ってたんだよね。さっき言ったその好きなことを仕事にするみたいな話だけど、高校生とか中学生の男の子か女の子が女優さんになりたいとかさ、サッカー選手になりたいっていうのと違って、社会に出てから好きになるものと仕事の接点みたいなのは全然現実性が違うんだよね。だからヒルさんだったら BL はすぐ仕事にできるじゃん。そういうこと、自分から走っていける立場になると好きなことは何でも仕事になるの。僕はね、多分ね、一つ本当に必要なのは今みんなに必要だと思うんだけど、疑うことかな。